どうすんの。マスクリモリモリ。はい、こんにちは、マロです。先日ですね、Fire TV スティック、こちらを購入させていただきまして、まあ快適にね、動画コンテンツを楽しんでるわけなんですけども、まあコメント欄でね、まあ丸尾さん、Apple 好きなのに Apple TV 買わなかったんですか？かっこ笑い。まあてめえみてえな根性なしゃ、でも掘られてるよ。的なコメントを、まあたくさんいただきまして。ドミノ剤というわけでですね、これっぽっちも価値のない、まあ珍貴なプライドが刺激されたわけなので、思い切って買っちゃいました。こちらです。はい、こちら Apple TV 4K64GB プラス、そしてこちらベルキンのウルトラハイスピード HDMI ケーブル、この2つをちょっと購入してみました。まあ確かにね、 Apple 製品中心にねレビューしてますので、まあまあこいつもねちょっとレビューしていかないといけないなと思いまして、まあ Apple の連携性を使えばね、他のそういった動画コンテンツを楽しめるデバイスよりもまあ便利に使えるんじゃないかなと思って思い切ってねちょっと購入しました。ケーブルと合わせてですね、お値段がだいたい26,000円。はーい、もう痛い出費でございます。あのね、もう単純にね高いの、もうすっごい高いから敬遠してただけなんですけど、まあほとんどねパソコンとかタブレットでこと足りてたからあんまり買わなかったんですけどね。まあやっぱりテレビの大画面で動画を楽しみたいよということです。まあ結構ね、この Apple TV 何が便利なのと思って買わない方もねいらっしゃると思うんですよ。高いしね。ですから今回ね、この Apple TV がどのように活用できるのかちょっと見ていきたいと思います。これエッチな動画は見れるのかな。はい、というわけでですね、ちょっと中身の方も見ていきたいと思うんですけども、これビニールが開けやすいタイプじゃないですね。うん、これもね確か2017年とかにアップデートされたやつなのかな。2年前の WWDC かなでアップグレードされたやつだと思うんですけど、確か。よいしょ、ちょっと開けていきます。あー、でもねパッケージはやっぱりアップルって感じですね。うん、すごいしっかりしてます。はい、こちらが本体の箱ですね。うん、これは他の製品とまあ一緒でですね、クオリティかなり高いです。で、かなりずっしりしてますね。はい、というわけでビニール外すことができましたけども、はぁ、おいしい。なんかいつか瀬戸康史さんに訴えられそうな気しますね。なんかプーンを勝手に使用したとかで動画出してますからね。まあ、そんな時は僕のチンでも握らして、ことを収めたいと思います。それではちょっと中身見ていきたいと思います。よいしょー、ティー。はい、こちらです。おお、これが Apple TV ですか。あ、重さね結構ずっしりしてますね。なんか Mac mini みたいな感じですかね。うん、かなりずっしりしてて、まあ他のデバイスとはね明らかに違いますね。そしてこちらがリモコン、これがシリリモートやったかな、なんかそんな感じのリモコンで、あ、でもこれはねほらすげえすげえアップル製品っぽい、なんか iPod みたいな感じですかね。うん、一応ボタンとね、ここがあれかな、なんかスマート操作というかジェスチャーで操作できるんですかね。おおほほほ、あ、このコントローラーなんか嬉しい、なんかね所有欲満たされる。いいじゃんこれ、このコントローラーの見た目にすごい気に入りました。いや、いいっすね。そして他にはUSB ライトニングケーブルがついてますね。おお、あ、これ電源ケーブルですね。こんなもんかな。で、説明書関連ですね。で、こちら Apple シールがついてます。これデザインの場合カリフォルニアとか入ってないですね。カリフォルニアじゃないんでしょうかね。はい、まあ中身はこんな感じですかね。で、 HDMI ケーブルはね付属してないみたいなので、一応ねこのハイスピードでやり取りできるこちらのベルキンの、ケーブルを購入しました。これもね3500円と、これがちょっと痛かった。なんかね中途半端なやつ買ってスムーズに使えなかったら嫌なので、ちょっとね最高のパフォーマンスで、まあ、楽しみたいなと思ってこのベルキンのケーブル買いました。これで完璧装備でしょう。よいしょー、はーい、こちらですね、このベルキンのケーブル。はい、これでねもう完璧に使えると思います。そして本体フィルム取っていきましょう。よいしょよいしょ、おお、周りにもねこうやって保護がついてますね。あ、あ、すげえ、本体のね側面がねなんかすごいしっとりしてる、なんかめっちゃ手にグリップする感じ。そんなに持たないんでね、別にこのグリップ感必要ないんですけど、めっちゃグリグリのみって感じですね。そして背面なんですけども、まあ電源ポート、そして HDMI の端子、
そして有線 LAN にも対応してますね。はい、こちらで接続することができます。まあもちろん Wi-Fi でもね飛ばせるんですけど、そしてこのリモコン、このリモコンがねなんか絶妙に嬉しいの。ほら、リモコンあるずっと、あ、すげえ、ほら、なんかこの昔懐かしいね、あの iPod Nano みたいな感じ。背面シルバーでできてて、めちゃくちゃね、Apple らしいコントローラーになってます。コントローラーはですね、これがホーム画面に戻るボタンと、こちらがメニュー、そしてこのメニューボタンが各種メニューを呼び出したり、戻るのね、機能も兼ねています。そして音量操作、こちらのマイクボタンなんですけども、これを押しながら話しかけることで、まあ、Siri の操作が可能と。そしてこちらが一時停止再生のボタンとなってます。そして上部のここでスワイプ操作を行って、ここがねマウスのようにこのようにクリックすることができますね。まあ、これでね決定したり、動画を選択したりすることができます。そして背面はアルミ仕様になって、 iPod とかとね、まあ、同じような Apple 製品の匂いがプンプンします。そしてこちらにですね、マイクがついてますね。そしてお尻の方にですね USB ライトニング端子がついていて、これでね充電することができます。これ電源ボタンついてないんですけどね、こちら Fire TV Stick のリモコンなんですけど、この Fire TV Stick のねリモコンのいいところは、これでね設定するとテレビの電源をねこの Fire TV のスティックで行うことができるんですよ。これがめちゃくちゃ便利なんですけどね、こちらの Apple TV にはついてません。はい、これですね。というわけでですね、テレビに設置して設定の方も進めていきたいと思います。はい、というわけで設定の方をしていきます。設定はこのコントローラーを使って画面の指示通りに、まあ、やっていくわけなんですけども、見てください、ほら、スワイプで操作ができる、これ気持ちいいわ。あのね、ここがね結構サラサラしてるの、ガラスとかじゃなくて、だからねすごく操作しやすい。スイッスイッといけますね。日本語をちょっと選びましょう。これは物理式のクリックになってますね、あのタップティックじゃない感じ。はい、そして Siri と音声の入力画面に来ました。まあ、Siri 使用しましょう、せっかくなんで。で、iPhone、iPad、iPod Touch を使用すると Apple ID と Wi-Fi 設定をこの Apple TV に自動に追加できます。あ、なるほど、iPhone とつないで、まあいろいろパスワードだとかそのアプリとかを引き継げるんですかね。ちょっとデバイスでやってみましょう。まず画面をね解除した iPhone を用意します。でこのデバイスをですね Apple TV に、まあ、近づけるということですね。はい、そうするとねこのように Apple TV の接続画面になりましたので、これで設定していきます。で Apple TV に映ってる認証コードこれを打ち込んでいきます。はい、そしたら設定中と出ましたので、このままちょっと待ちたいと思います。はい、デバイスとの接続が終わりましたんで、ここからまた設定に入っていきます。この Apple TV どこに設置しますか。エンターテインメントルームとか書いてますけど、そんなおしゃれな部屋はございません。なのでリビングルームにしときましょう。はい、位置情報サービス、まあ一応オンにしとこうかな。世界を見よう、世界の美しいロケーション映像を HD でお楽しみいただけます。なるほど、自動的にダウンロードしておきましょう。解析データを自動的に送信することで、まあこれは一応送信にしとこうかな。アップ解析、これを共有にしときましょうかね。で利用条件、はい、同意します。はい、こんな感じで設定もね結構サクサクいきますね。でこれがホーム画面ですかね。これはアプリをまたダウンロードしないといけないのかな。なるほど、やっぱり iPhone とかのアプリとは別に、まあ、インストールしないといけないんですかね。まあ、自分の使うね動画アプリとかをまあダウンロードすることができます。まあ、一瞬で終わりましたね。はい、Hulu の場合ねこうやって QR コード出てきますんで、これをまあカメラで撮影します。はい、こんな感じですね、ログインができました。この調子で今使ってるねアプリどんどん入れていきたいと思います。それではですね、必要なアプリだとかをちょっとインストールしましたので、実際に Apple TV 使ってみたいと思います。ちょっとね待ち受け画面を紹介したいんですけども、まあ、この子が今いますので、ちょっとごめんね幸子。はい、こんな感じでですね、まず待ち受け画面が超絶美しいですね。これはねどこかの街の画像がねこうゆっくり動いてる感じなんですけど、いやいいですねこれ、部屋にこれ映してるだけでもちょっとおしゃれかもしれません。そしてこちらホーム画面、ダウンロードしたアプリが並んでます。でこのコントローラーなんですけども、すごいね見た目はねもう Apple 製品っぽくてね僕大好きなんですけど、
ちょっとね、まあ、使いにくいというか慣れがいりますね。かなりね特殊なリモコンなので、少し操作に慣れるのに時間がかかりそうです。ただねすごく薄くて軽いので慣れたらねこっちもかなり快適に使えると思うんですけど、そしてアプリの選択は、このねスマートリモコンみたいな感じでこうスイスイねスワイプで動かしていきます。ちょっとフールで映画見てみましょうか。でこのハングオーバーっていう映画ねめちゃくちゃおすすめなんで一回見てください。めっちゃおもろいです。もう下品なね下ネタ満載でねめっちゃ面白いです。おちんちゃっと普通に出てきますからね。このようにですね、立ち上げてみるとすごくね、読み込みが早い。もうさすがといったところですね。で、この Apple TV にはね、A10X のね、チップが入ってますので、まあ、10.5 インチとかの iPad Pro 並みのね、まあ、サクサク感があります。本当に一瞬で立ち上がるので、これは嬉しいですね。そして続いて、プライムビデオ。プライムビデオはなんか以前見れなかったみたいなんですけども、こちらの Apple TV でもまあ対応になったと、まあ Amazon と Apple のちょっとバチバチがね、なくなったような感じで、まあ、使えるようになったんじゃないですかね。で、これもやっぱりApple TV が買いやすくなった、まあ、理由の一つですよね。プライムビデオは圧倒的にコスパいいですからやっぱり加入者も多いと思うんですけど、これが見れないからね Fire TV にしようかなっていう方も多かったと思うんですけども、まあ、Apple でも見れるようになったのでね、より幅広いね動画コンテンツが楽しめるようになりましたね。というわけですね、僕はプライムビデオで最近あのドラゴンボール Z をめちゃくちゃ見てます。これ全部見れるのいいっすね。ちょっと少年時代に戻ったみたいなんですけども、プライムビデオもね問題なく再生ができます。そして Netflix、この Netflix もねあの全世界で動画のコンテンツがかなり多いということで、僕もねちょっと無料で今試してます。 4K コンテンツとかも多いので有名ですね。こちらでもね問題なく動画を視聴することができます。ちなみに僕が今見てるのは、この世界の片隅でという映画なんですけども、これを見てねもうめちゃくちゃ号泣しました。そしてですね Fire TV Stick と違うのが YouTube のアプリが、まあ、対応であること。 Apple TV 用のストアから YouTube のアプリをダウンロードすることができます。この YouTube のアプリを開くとこのようにね YouTube を楽しむことができます。ほい、これ読み込みもかなり早いですね。これでね皆さんの好きな、YouTuber の動画を楽しむことができます。そしてですね Apple TV の、まあ、目玉の機能といえば AirPlay、はい、これができるのが非常に便利ということで、ちょっと試してみたいと思います。ミラーリングはこちらの iPhone とかのコントロールパネルから、こちらの画面ミラーリングを設定して Apple TV を選びます。はい、するとですね iPhone の画面をこのように映すことができます。まあ、でかいテレビに映すとねかなり細長い画面になっちゃいますね。ちなみに iPad Air をミラーリングするとこんな感じです。 iPad の方はねかなり見やすくなってますね。はい、ね、動きもかなり自然なんですが若干ねやっぱりラグを感じます。そしてですね iPhone でこう表示させるとこう細長くなるんですけど、で YouTube とかの動画コンテンツをまあ表示させるとこのようにテレビ全体に表示されるようになります。まあ、ですからね Apple TV の YouTube アプリよりこうやってミラーリングで再生する方が案外使いやすかったりしますね。そしてですね Mac をミラーリングするとこのようにねはい、サブディスプレイとして、まあ、利用することもできます。まあ、これは便利ですよねかなり。ただしねちょっとこの AirPlay やっぱりね動きにラグがあるせいかちょっと操作がしにくい。マウスでもちょっとカクカクするような感じ でトラックパッドとかだとねより操作がちょっとしにくいんですよね。反応が遅れるというかちょっとね矢印が飛ぶような感じなので操作性にはそんなに優れません。ただ表示させるだけでしたらこのようにサブディスプレイとして、まあ、使うことができるかなと思います。まあ、このねラグがなくなれば最高だと思うんですけども、まあ、テレビってねよくよく考えたらめちゃめちゃでかいディスプレイなのでまあ、こうやってパソコンとかでもね活用しないともったいないかもしれませんね。そして iPhone や iPad を iCloud に入っている写真をこのようにね大画面に写すことができます。これは友達が家に遊びに来たりした時に、まあ、写真をねシェアするにはすごくいいんじゃないかなと思います。僕のテレビね 4K ではないんですけど結構ね画面に大きく広げてもかなりね、まあ、見やすい画質になってるかなと思います。かなり綺麗に写ってるかなと思います。こうやってみんなでね思い出を共有するにはすごく嬉しい機能ですよね。まあ、僕友達いないんで関係ないですけどね。そしてこちらの Apple TV で音楽も当然楽しむことができます。まあ、僕で音楽をすべて iTunes で管理してるんですけども iTunes に入って音楽をねこちらで再生することができます。こちらのね Siri を使って再生することができます。ロックをかけて、はい、このようにですね音楽を再生することもできます。そして iTunes アプリがね最初から入ってますので、ここからですねアーティストを選択して音楽を再生することもできます。
はい、というわけですね、ちょっと1日ほどねこの Apple TV で遊んでみたんですけども、まあさらっとね使ってみた感想をお伝えしたいと思います。まずいいところなんですが、対応アプリとコンテンツが非常に多い、僕が使っている Hulu とか Netflix、 そしてプライムビデオまで有名な動画ストリーミングサービスはほとんど対応してます。まあ以前はねプライムビデオが対応してなかったんですけども、これがね Apple TV を購入するか否か分ける大きなポイントだったと思うんですが、プライムビデオもアプリで対応するようになって、より選択しやすくなりましたね。まあ、他にもね DTV だとかニコニコ動画などの、まあ、有名なねコンテンツを楽しむことができます。そしてねさすが Apple 製品だけにシンプルでね直感的な使い方ができるので、 Apple 製品に慣れてる人だったらすごく使いやすいですね。まあ、C って言うならこちらの Siri リモート、これのねまあ、スワイプ操作の加減だけ慣れがいるかなっていう感じですね。そして AirPlay が使えるところ、テレビってねよくよく考えたら非常に大きなね、モニターですので、まあ、それをね iPhone だとか iPad で活用できるっていうのは嬉しいポイントですね。そして高性能なので動作がもうサクサクしてる、まあ、第2世代の iPad Pro と同じ A10X Fusion が搭載されてますので、非常にね動作は軽快で、読み込みも早いです。まあ、通信もね非常に安定していて快適にコンテンツを楽しむことができます。そして逆に気になるところなんですけども、AirPlay がね思ったより使いにくかった。これはね MacBook のちょっとサブディスプレイにしようかなと思ったんですけども、まあ、動作がカクついたり、まあ、ラグがあったりしてちょっとストレスになりますね。でゲームにも使えるかなと思って実際荒野行動をやってみたんですけども、まあ、動きが飛んだり、まあ、遅れたりしてほぼ使い物になりませんでした。まあ、これは楽しむゲームコンテンツによると思うんですけども、そして iTunes で音楽を楽しめるのもいいと思うんですが、まあ、テレビで再生するメリットあんまりないかなと思いました。まあ、めちゃくちゃいいねスピーカーつけてるテレビとかだったらありだと思うんですけども、まあ、それだったらね、まあ、高品質のワイヤレススピーカーなどを購入して、まあ、利用する方が楽しめるかなと思います。まあ、写真などもね大画面でシェアできるのはいいんですが、まあ、そんなにねテレビに映してみんなで見たいっていう機会あんまないっすね。まあ、iPad とか MacBook があれば、まあ、こと足りるかなと思いました。そして一番がここなんですけど、何よりねコスパが悪い、ぶっちゃけね今回購入したのは映画とかで動画コンテンツを楽しむのが、まあ、メインだったんですけども、まあ、そういう人ならね Fire TV Stick で十分だと思います。それくらいねFire TV も使いやすいですし、対応してるコンテンツも多いです。で、Apple TV のいいところとして、あのドルビーアトモス、こちらに対応していて、まあ、よりね臨場感のある高音質な音で映画とか動画を楽しむことができるんですけども、これはね Fire TV Stick 4K も同じドルビーアトモスに対応してますので、まあ、同じ高音質な音で楽しむことができるんですけども、その Fire TV Stick 4K の方がお値段が6980円、そして今回購入した Apple TV 4K が 22,463円、その差だいたい 15,000 円ございます。まあ、動画サービスを楽しむのにこの 15,000 円の価格差はめちゃくちゃでかすぎますよね。じゃあどんな人にね Apple TV をおすすめできるのかと言いますと、まあ、iTunes などね映画を購入したりレンタルする機会が非常に多い人、そして Apple TV でしかできないゲームとかコンテンツを楽しみたい人で、リビングなどで、まあ、動画や音楽をね、まあ、家族や友達とシェアしたいなっていう機会が多い人、こういった方にはね Apple TV をおすすめできると思います。まあ、あとはね熱狂的な Apple ファンっていう感じでしょうか。まあ、動画コンテンツメインでね楽しむんだったら Fire TV でもね十分快適です。ただしね、春に発表された今後展開される、まあ、Apple TV チャンネルだとか Apple アーケード、こういったサービスが始まるとこの Apple TV の価値っていうのはまた上がっていくと思います。というわけですね、とうとうね Apple TV に手を出してしまいましたが、いかがでしたでしょうか。僕が一番気に入ってるのはねこのリモコン、なんかねこれがリビングのテーブルにあるとおーっていう感じになりますね。まあ、完全に自己満足ですけど、まあ、ファンには嬉しいアイテムですねこれは。まあ、実際ね Apple TV ってどうなのって感じてる方多いと思いますが、やっぱりねこの Apple TV も映画とか動画をね楽しむのが、まあ、一番であることは他のデバイスとも変わらないですね。まだ1日しか使ってないので、まあ、今後も使い続けてみてね、まあ、いいところ悪いところあれば、追ってお伝えしていきたいと思います。概要欄に購入ページ載せてますので、気になる方は一度チェックしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。